デスーザ女男爵フランセス・ガートルード・クレア・デスーザは、イギリスの政治家、一大貴族。人権擁護運動に活躍した後、2004年に一大貴族に除されて、貴族院議員となり、2011年から貴族院議長を務めている。ロンドン大学で人類学を学んだ後、オックスフォード大学レディ、マーガレット・ホールで哲学博士号を受ける。 1973年から1977年にかけてラフィールド比較医学研究所に勤務、ついで1977年から1980年までオックスフォードブルックス大学に勤務する。1985年から1988年にかけては国連で独立調査顧問を務める。1989年から1998年にかけて 人権擁護組織、アーティクル19の執行役員を務める。2003年から2004年にかけては人権擁護組織、レッドレスの代表を務める。様々な人権擁護運動に携わる中で、アフリカやアジアで生活した時期もある。2004年7月1日に一大貴族、カウンティ・オブ・オックスフォード・シャーにおける、ウィッチウッドのデスーザ・オ男爵に乗されて、貴族院議員に列する。 貴族院議長になる前の2007年から2011年にかけて中立派の議長を務めた。2011年7月13日に行われた貴族院議長選挙の決選投票において保守党の第3代コルイン男爵アンソニー・ハミルトン・スミスを11票差で破って当選した。9月5日から着任し、以降は 無所属となった2013年6月には、ベルギーブリュッセルを訪問、ベルギー元老院議長、サビーヌ・ド・ベトゥーヌらと会見した。同年9月にはマケドニアを訪問し、国会議長トライコ・ベリアノスキーらと会談した。2014年10月に来日した。10月1日に、参議院を訪問し、山崎正明参議院議長、コシー・シアズマ参議院副議長らと会談した。 10月3日には中山康秀外務副大臣と会談し、日英の長い友好関係の歴史をさらに進化させることで合意した。ついで10月5日から6日にかけて中華民国を訪問した。台湾を訪問したイギリス貴族院議長は彼女が初めてである。馬英九総統や王金平立法委員長と会談し、また国立台湾大学政治学部で講演を行った。 2015年2月には、インドのコルカタを訪問し、西ベンガル州議会議長、西ベンガル州の州知事や州首相らと会談した。ついで、グアーハーティに訪問し、アッサム州議会議長やアッサム州首相らと会談した。2016年8月31日に任期を終えて、貴族院議長を退任した。ありがとうございます。